ついに中国 EV の BYD シールが登場。燃えそうなほどアチアチになる急速充電テストや、電池が溶けそうな夜を徹してのハイペースドライブ、問題の安全性能から乗らないとわからない走行性能まで、中立の立場でその全てをレポート。欧州の日本車外しが招いたより致命的な自滅、ガソリン愛好家の救世主が到来です。 BYD シールついに実車をゲットしました。精悍な顔つきが非常にかっこいいです。 CD1 も 0.219 とトップクラス、いつ見ても惚れるような美しさ。実車を見ただけで欲しくなりました。ネットのイメージに反して実物の質感は最高峰です。空力のためか開口部が少し狭められたホイールの奥にはドリルドローターが装着されています。よっぽど追い込まない限り 2.2 トンも車重があるとは感じないような俊敏な走り。 LC500 で見たことある感じのドアハンドル、ボタンを押して開け閉めします。外車にも全く劣らない剛性感があります。充電ポートは後ろなので窮屈なステーションから出る時も安心。そしてこの美しいテールですよ。赤い点々が立体的に並ぶ近未来的な造形。火災や不具合のニュースってどこの話なんだろうと思うくらい実車の完成度は高いです。新車価格は528万円、もっと早い AWD は605万円。私のおすすめは今回乗っていく RWD です。これは充電ケーブルですね。これはガラスルーフ用のシェード、炎天下に数時間止めたけど正直言って焼けそうなほど熱くなりましたね。床下には三角表示板やパンク修理キットの他に反射ベストが入っています。反射ベストなんて初めて見ましたよ。走行中に燃えてもこれで後続車に惹かれないですね。こう言っておけばスマホとネットで人生が完結してる人からの好感度が上がります。まあ今も急速充電中ですが、車両は熱くなってるのでもしかするかもしれませんね。奇跡的に新車を借りることができました。まだマスキングテープが残っています。この動画1本のために10万円の経費がかかっております。高評価とチャンネル登録をお願いします。非常に上質な車内空間です。弱点と呼べるような弱点が見当たらない質感の高さ。まずレザーの肌触りが非常にいい。BMW と同等のものが使われています。こっちはスウェード調、メタル装飾のドアハンドル、アザラシという意味であるシールのイメージにも合っています。ちょっと操作感のフィードバックが弱い。パワーウィンドウとミラーの操作系、チャイルドロックもここで行えます。ここだけプラスチックだけど安っぽさは感じないですね。下はハードプラで、トランクのスイッチ付き、フロンクは2回引いて開けます。足元奥の遮音材が見えますか？気持ち悪いほどの静粛性です。こんなポケットの内側までなぜか肝を仕上げ、エアコン吹き出し口を覆う、縦線が入ったパーツはプラスチックですが、デザインがよく安っぽさは感じません。ウインカーは右なんですよ。ドイツ車ですらコストダウンのために、左ハンドル用を使い回してるのに。ステアリングのボタンも見ましょう。このボタンを押すだけで、高品質なカメラシステムが使えます。画面の回転と、クルコン使用時の車間設定、左がオートパイロット、右のクルコンアイコンを押すと、現在の車速でクルコンがオンになります。右はオーディオとナビの操作ですね。音量調整とミュートのダイヤル、左右で選曲、ここを押すとメーターの操作ができますが、オーディオと同じボタンを使うので、慣れるまでは間違って曲をスキップします。そんなナビ画面を見てみましょう。直近の電費情報や空気圧など、隣はクルコンの速度でしょうか？メーターのスタイル変更、左のキロワットは瞬間出力計です。エアコンの温度調整、同じくエアコンの風量調整、車両診断、加速度タイマー、ベタ踏みテストの際に使っていたモードですね。テスラと違って運転手用のメーターがあり、ヘッズアップディスプレイもあるので使い勝手がいいです。まあテスラにも社外品の運転席用メーターを付けられますがね。さてシフト周りです。始動時の美しさを優先したのか、P とシフトの間にスタートストップボタンが、停止時はストップボタンを押すと連動して P に入るので、P レンジは停車にしか使わないですね。ハザードはその下。飛ばしてる時に押すにはちょっと探しづらい。左のダイヤルがスポーツモードとエコモード、右下は音量、その周辺にはエアコンや曇り取り、ブレーキホールドやブラインドスポットモニター、スノーモードのオンオフが並びます。センターコンソールボックスは2階建て。BG4X と違ってグローブボックスもあります。物理ボタンが多いので、テスラより使い勝手は上ですね。さて特徴的なナビを触ってみましょう。回転させる機能がついてるんですよね。日中に試したら眩しかったし、私は使う意味を見出せないですが、Android ベースとなっているんでしょうか。スマホの派生版みたいな使い勝手です。中国車だけどナビの性能はそんなに悪くないですね。拡大縮小もサックサクです。後で詳しく語る安全過剰重視設計のためか、走行中にこの操作ができないのは不便ですが、エアコンはこうやって操作します。温度変更に最低でも2タップ必要なのと、右下はちょっと触りづらいです。真ん中を触るとエアコン関連のメニューが開かれます。テスラと同じく、風向調整はこの中からしかできません。風量調整も微妙に遠く小さく、正確な操作がやりづらいですね。基本的にオートエアコンで、温度だけ変えていくことになるでしょう。私は液晶の操作系、100台近く乗り比べてる過程で慣れてしまいました。
こっちはシートヒーターやベンチレーション関連の操作系ですが、システムを切るたびに再度つけなきゃいけないのがだるい。空気清浄モードもあり、排ガスが臭い旧式トラックや2ストロークバイクの郊外を食らっても、割とすぐに車内が綺麗になります。この機能、地味に助かります。自動で切れるので切り忘れもないですね。ヘイシリの BYD 版の使用中に風量を下げたり、遠隔空調の作動設定があったり、壁紙やテーマの変更もできます。任意の画像のアップロードができると面白そうなんですけどね。この変なゲートみたいなやつに変えてみましょうか。なんか全世界で1万台以上にこの壁紙が設定されたら、人が出てきそう。遠隔で BYD を発火させる人か。さて設定画面についてですが、長くなるので飛ばしちゃいます。充電中はこの画面でロックされるのがちょっと鬱陶しいですね。先進安全装備系の設定がありますが、特にレインキープ系の動作は怪しく、安心して使えるのはクルコンのみです。アンビエントライティングの色を変えることができますね。ブルー系の色が安泰でしょう。夜間走行時もあまり邪魔にならなくていい感じです。50kW 級に繋ぎながら撮影してましたが、86% でも 42kW 出ます。充電性能は非常に高いです。電池への負荷が高くて逆に燃えそう。フロンクを見せていませんでした。ウォッシャー液と冷却水以外、素手では外せないカバーに覆われています。充電ケーブルやちょっとした非常グッズをしまっておくのに十分なスペースですね。というかここら辺暑いぞ。お前燃えないよな。これから 100kW 級に充電しに行きますが、電池が全く減らないという心配が逆に発生しています。ここは福井県のとある三菱ディーラー。深夜でも明るくて助かりました。撮影したり記録を取っていたら36分。休む暇もありませんでしたね。燃える燃えるって言ってる人、ちょっと暑いくらいで全く燃える気配がないんですが、ちゃんと実車で検証してるんでしょうか。よいしょ、ケーブルを整えておきましょう。燃える燃えるっていうタイトルで、ショート動画を出してレンタカー代を回収しましょう。そういえば充電口のカバー、弱っちいゴムですぐちぎれそうです。中古を見る際は要チェックですね。雑なオーナーなら絶対引きちぎると思います。どういう乗られ方をされてきたかここで見られると思いますよ。車の扱いが雑な人間が中国車を選べるわけないだろ。ここプラスチックなのがちょっと安っぽくて残念。でも塗装はキラキラですね。そういえばドアハンドルは、走り出してからロックすると自動で格納されます。敷地内徐行なので、このながらスマホはご勘弁を。長くなりましたが、それでは公道へ出ていきますよ。だいぶ音漏れしますね。何してんねん。牛三つ時の霧のトンネルでお化けを追い払ってます。この BYD シール、同格最強クラスの遮音性と音響システムを持ってるんですよ。うわ、鹿が飛び出してきた。急ブレーキで避けたけど、ここだけ録画してませんでした。高音域が恐ろしいほど気持ちよく響く、私が乗ってきた中でトップの音響システムです。ずっとベンツの B クラスが1位だったのですが、中国の EV が超えてきましたね。今窓を開けました。また閉じます。動画の音量は 200% です。静かすぎると思いませんか？トンネルを75キロくらいで流しているのにこの静粛性。気持ち悪くなるレベル。目に見えないところに、DIY デッドニングが趣味の人と同じレベルの遮音材を貼り付けまくっているようです。520万円程度でこの静粛性が出せるのか。私も自分の車にデッドニングや20万円のスピーカーアップグレードを入れてますが、新車価格プラス120万程度でここまで変わるなんて、この静粛性の高さは異常ですよ。徳山ダムの裏の道へ来ました。過酷なワインディングを2時間ほどぶっ続けでアタック。信頼性と走りを確かめます。ちょうどトンネルを掘っていますが、ここから先の区間は重量級の大型車殺し、道路幅が狭くてカーブも急で路面もガッタガタ。車重が重い割に、モータートルクで速度だけ乗る EV には最悪の状況です。RWD グレードの車両重量は 2100kg。でもぐいぐいと曲がっていく。EV セダンにふさわしい圧倒的なコーナリング性能。ここから先、薄い峠が薄いと感じるような険しいコーナーが連続します。重くてでかいんだから、高速域は安定して当たり前。大事なのは狭い峠道での運動性能でしょう。この BYD シール、センター付近はゆったりとしたソーダフィールなのに、切り込んでいくとどこまでも曲がります。あくまでもタイヤグリップが発揮されて、すまし顔で曲がっていくという感じにとどまっており、速いくせに速そうな動きをしません。グイッと切っても重さは全くなく、むしろスイスイとインに向きます。この区間までよく走りに来ますが、ブレーキングからのターンインでフロントタイヤの負荷が怖いのよ。その点このシールは、路面状況がいい限り、重さを全く感じない爆速車。まあ帰りに雨が降るのですが、そうなると話が変わります。車線幅は狭いのに、ちょっと切りますだけですぐ入るからスムーズに抜けていけてしまう。トンネルの中は開けているように見えて、路面形状がむちゃくちゃ。
自動車が走る道として破綻している。カーブの途中で斜め方向にダイブするような、意味不明な深い谷があります。そしてトンネルを抜けるとまた急カーブと狭い車線幅。直線だけ踏んでたら絶対刺さります。乗り手や装備込みで 2.2 トン近い物体がタイヤに負荷をかけているのですが、この窮屈な道で辛くないとは。さあ左カーブ途中に来るぞ。うむ、スパッと安定しますね。ここトンネルの柱の隙間から、右カーブの奥が見えるんですよ。後ろについている方が申し訳ないし危ないので、とっとと抜き去ってしまいましょう。テスラのモデル3の試乗を思い出しますね。モデル3もシールも、私が乗ったのは RWD のサイレンカモデル、2台の比較をしますと、シールの方が早い。今のところ完全上位互換です。ただモデル3も新型になったし、シールの車重は 2.1 トンもあり、中国車リスクや茶でも縛りがある。基本的にシールの方が上ですが、日本で今買うならみんなテスラを選ぶでしょう。さてバイクに乗っていた頃は、命の危険を感じながら走っていた区間ですが、快適だし安定してるし安全だし、なんだこの高次元な車は、タイヤにもモーターにもブレーキにも、何十分も結構な負荷をかけ続けていますが、全く不安がないですね。この試乗では夜の9時頃から翌朝の夜明け頃まで、夜通し走り続けました。これくらい飛ばしてる場面もあったし、急速充電も2回入れた。まあ3割くらいはゆったり流してたけど、中国車の性能テストとして、結構厳しい条件だったと思うのですが、余裕しかないですね。実はこの BYD、ドルフィンというリーフの競合となるコンパクトカーにおいて、ブレーキが効かなくなるトラブルが発生してます。火災や諸々の問題についても調べているので不安な気持ちはありましたが、実車に触れるとそんなもの吹き飛びます。すまし顔でとんでもないことをやってのける。3体という小説に出てきた科学者のような、世界一線級のエリートが作った車のように感じます。中国 EV に対する悪いニュースは私もしっかり見て知っているのですが、同じ国の EV だとはちょっと思えないですね。ここに来るまでの間に高速道路も走りましたが、空いてる区間を160くらいで流しても一切の危険はなく、むしろ足のバランス的にちょうどいいくらいでした。ちなみに、先に投稿した急加速テストとは一切関係ないですよ。一時停止とかできる場所ないですからね。ちょっとの直線でスピードが乗ったけど、この先でまた急カーブがある。中途半端な直線で飛ばすのが一番危ないんだ。ドライ路面の条件のいいところでは、ブレーキング性能も申し分ないです。モータートルクも大きいのでよく止まります。高負荷域、高速域でも安定して快適で速い。走りの性能において、ドイツ車に劣っていないレベルです。値段を考えればドイツ車の負けですね。欧州が負けたという話、EV の未来を考える上で大事なポイントになります。さあ定番のスラロームテストです。ターンイン時はゆったりとしており、ロール量自体も比較的大きいです。ゆったりとしたニュートラルステア。限界性能が高すぎるだけ。左から車が来ましたね。余裕を取ってるから大丈夫だろうけど、ちょっとだけ大きめなので左寄っておくか。最初にハンドリングをレポートしてしまいましたが、一旦基本的なサイズ感や取り回しに関する話をします。前後に 4800mm、横幅は 1875mm と、でかいってほどでもないけど、取り回しがいいとは言い切れないサイズ感。今の左折のような丁寧な操作と、確実なタイヤ位置の把握を心がければ問題はないですが、ちょっと窮屈な場面は多いです。そんな時に助かりそうなのがこれ。豊富なアシストカメラシステム。私は慣れているので人間の感覚でクリアしちゃいますが、特に初心者や狭いところでは助かりますね。ただのアラウンドビューカメラのみならず、3D モデルを展開して任意の角度から見下ろせる機能付き。このサイズ感ならまだなんとかなるけど、もう一回り大きくなると頼る場面が増えそうです。一番役に立つのは駐車時ですね。解像度が高くて予測線も見やすく、基本的に一発で気持ちよく入ります。このモニターやソナーの力を借りつつ丁寧に運転してやれば、ぶつけることはもうないんじゃないでしょうか。ただ途中でドアを開けると、勝手に P に放り込まれるのは私は嫌です。後で詳しく話すけど、よほどユーザーに事故られたくないのか、トヨタの人も低レベルの安全設計になっているところがあります。戻ってきました。ハンドルを切るとちゃんと反映されますね。打角センサー自体は私の NC ロードスターにもついてるレベルで昔のものですが、ゲーが細かい。前だけでなく、後ろやタイヤの真下を見ることができます。崖の上ですれ違うような場面でもなんとかなりそう。テスラにもカメラ自体はついてるけど、アラウンドビューカメラすらないですからね。このアシストは BYD の方が上です。運転しながらなのでじっくりとは見ていませんが、解像度やフレームレートも非常に高くてヌルヌルで、深夜でも結構明るい。ネットで燃えるとか言われていても、こういうアシスト装備やフレームの頑丈さ、高速域の安定性は安全な車と言えるもの。ネットの評判と実車の完成度が違いすぎて、今でも脳がバグっています。
バッテリーの内部温度に応じて充電スピードをちゃんと調整しているし、セルプーパックで頑丈なボディになっている。この車が燃え上がったり、事故って潰れて死ぬような未来が私はイメージできないですね。まあ台数だってこれから増えていくので、BYD の火災事故も数ヶ月後には報告されるだろうけど。さて走行安定性や加速性能は示してきた通りですが、そうなると気になるのが乗り心地です。高速道路を160キロで流しても、なんともないどころかちょうどいい。そこから予想できる通りに固めです。ドイツ車と同じくらいのスピードレンジを見据えて設計されている車にとって、一番相性が悪いのが、30キロ程度の低速で、ガッタガタな路面を走るこの状況です。ダンパーのストロークは少しだけ、不快とは感じないレベルの衝撃をフレームに入れてきます。ただ揺れが連続する場面や、ビリビリとした振動が断続的に伝わってくるザラザラ路面では、ちょっと快適じゃないです。頑丈なフレームとスパッと収束する揺れ、車身性能の高さによる弊害で、ちょっと硬いだけなので私はいいですが、家の近くや普段走るのがこういう道ばかりで、高速道路も飛ばさないような人にはこの足は硬いんじゃないですかね。異様なスピードでバイクが追いついてきたので先に行かせます。ソナーが障害物を検知して、勝手にアラウンドビューカメラが起動しましたね。ここから先は海沿いの一本道なので、私も100キロ以上で流してもいいのですが、そういう気分じゃないのでゆっくり行きます。硬いとは言ったけど、不満とか不快とか耐えられないとか、そういうレベルではないです。ただ硬いんじゃなくて、乗り物としてのシャシー性能の高さが感じられるような動き、私は好きですよ。モデル3よりも速いところで高次元にバランスしてる。でも快適性そのものならモデル3かな。というわけで次はパワートレインですね。恐怖を覚えるというか、ベタ踏みしててビビるような速さです。廉価グレードである RWD は、312馬力に360ニュートンの加速力を持ちます。パワーモードでズドンと踏むと、40キロ程度の低速より、70キロ程度の中速からの方が出足が速いです。レースゲームで最終減速比というか、ファイナルドライブを触ったことはありますか？最高速寄りになっている印象があります。ちなみに AWD モデルは2210キロで、529馬力の670ニュートンという加速性能。以前モデル3に乗った時は、あんまり加速が速い感じがないと思いましたが、こっちは逆です。RWD でもちょっと速すぎる。ただエコモードやノーマルモードでは一転して優しい乗り味になるので、万人が乗っても平気ですよ。350馬力級じゃないと歯が立たない速さなのに、カローラみたいな感覚で一般人が街乗りしても快適。EV っていうのは恐ろしい万能車です。ランエボの X と並ぶようなハイパフォーマンスカーなのに、これがエコカーっていうのはおかしいですよ。みんな発電効率やら製造コストやら、タイヤ負荷で EV はエコじゃないって言うけど、じゃああなたにとって、ランエボやインプレッサはエコカーなんですかと聞きたい。体感的にはそれくらいの速さがあります。無音でトルクだけで速度が乗り続けるので、フェラーリ並みに免許を危険にさらしちゃいそう。特にこのシールは静粛性まで高く、カーオーディオが感動するほど美しく響くんだから。というわけで一通りの走行フィール紹介は終わったので、いよいよ悪いところを話していきましょう。これに関わってくることとして、BYD ジャパンはどうやら、本当にユーザーに事故って欲しくない様子です。私の走行動画からなんとなく想像がつくかもしれませんが、バカみたいに速いんですよこれ。しかも RWD という、遅い方のグレードでこれですよ。後述する車重による怖さと相まって、単独で曲がり損ねて事故るリスクがかなり高い部類の車です。ガソリン車でいうところの Z34 と、同じくらいの事故りやすさでしょう。それを抑えるために、こういう安全機能がたくさん邪魔してきます。メーター中央のオレンジのアイコンは何かって？カメラで法定速度の標識を見てるのですが、それを1回でも超えると毎回出てくる警告です。そして動画で撮れてるかわかりませんが、毎回超えるたびにポンポンポンというチャイムが数回鳴り渡ります。86かよ。まさにそれ。まあこれはメーター設定のボタンを1回押すと消すことができるし、放置しておけるのでどうでもいいです。何よりも問題なのは、しょっちゅう誤作動して勝手にハンドルを切ってくる、車線逸脱防止機能が切ってもすぐ復活することです。この車線逸脱防止機能による運転妨害は、トヨタのクラウンクロスオーバーや、新型プリウス、レクサス ES でも起きていたものです。ワインディングを普通に走っていても、勝手にガタガタハンドルが動いてストレスが溜まります。いつ起きるかわからないので疲れやすくもなる。問題なのはこの機能、システムを切るたびに設定がリセットされることなんです。つまり走り出すたびに本体設定メニューを開いて、その都度オフにしないと勝手にハンドルを取られ続けます。車両設定の ADAS の中のドライビングアシストの、レーンサポートシステムの中の、レーンアシストと、非常時レーンキープアシスト。この両方を毎回切らないといけません。まあ普通に流す程度ならほぼ問題になりませんが、深夜に窮屈なワインディングを走っていると、ちょっと寄っただけで作動したり、カーブの出口でガタガタになったり、もうほんとクソ。そのくせ、わざとはみ出しても全く反応しない場面があったりします。オートパイロットに当たる機能もついていますが、
こっちも私は使わないですね。私はレーンキープ系のシステム、自分が走りたい位置より常にちょっと右か左に寄りたがる動きが嫌です。いろいろ乗りましたが、この辺が感覚に合っていたのはスバルの XV だけだった気がしています。ついでに言うとレーダークルーズコントロール、停止から再発進まで全部対応なのはいいですが、停止時の車間が近すぎます。おいおい追突するんじゃねえのかと、毎回ちょっと不安になります。また近すぎてプレッシャーになったり坂道発進の妨害になるのも嫌なので、結局いつものように、左足でブレーキを踏んで止めることになる。もう一つの弱点はオートハイビーム。対向車の方を見ててください。は？いやいやいやおかしいだろアホかお前、なんで今勝手にハイビームつけやがった。このように変なタイミングで暴発するので、対向車のことを考えるとオートハイビームはあんまり使いたくないですね。まあここら辺は BYD が悪いというより、私が突っ込んでこなかっただけで、どのメーカーの車に乗っててもしょっちゅう起こるものです。中国車だから危ないとか、そういう感じのものではないです。さて電池に関する問題が発生しました。これから 100kW 級充電器につなぐのに、電池が全く減りません。名古屋で借りてから3時間以上、その半分くらいは 80km 以上で走ってたのに。その間は 50kW 級に30分つないだだけですよ。80kW のバッテリー容量は過剰なくらいですね。重量や価格でのデメリットが勝っています。さてそんな充電器、ここを右折して入る道の駅にあるそうなのですが、カーナビは直進しろと言っています。私は右折すると思うのですが、ここはカーナビを信じて直進してみましょうか。電気自動車乗りのあるあるの問題として、充電器がある場所まで来たけど、駐車場のどこにあるのかわからない。というものがあります。うわやっぱりカーナビ間違ってたわ。道の駅の中に充電器が見えます。周囲一帯に誰もいないので、堂々と展開して戻ります。最小旋回半径は 5.9 メートル。小回りはちょっと悪い寄りの波ですね。さて充電器見つからない問題ですが、例えば高速道路のパーキング、最悪の場合は入るところをミスると逃します。新東名でよくありますよね。手前が普通車用、奥がトラック用みたいなの。そこで奥に行っちゃうと絶望です。充電器のマップアプリのレビュー欄に、先人様がそういう情報を書き残してくれてることは多いです。でも分かりづらい場所というのは非常に多いし、行ったところで故障していたり埋まっていたり、工事期間中はマップの表示がガバガバだったり、施設管理者か無頓着な一般人がガソリン車を止めていたり、深夜はトラックが塞いでいたり、積雪地帯では、充電スタンドも駐車場も雪に埋もれていることがあるようです。充電器は右奥ですね。逆走は事故の元なので本当に推奨しませんが、ガラ空きなのでショートカットします。皆さんは特に昼間は、絶対に順路を守るようにしてください。というか片方が 50kW 級でもう片方が 100kW 級なのですが、ここからじゃ違いがわからねえ。いろいろな事態を想定した下調べと充電計画が必要なのは、なんとなくわかったと思います。マニュアル車という無意味な一手間が大好きな車好きなら、EV の充電計算ももちろん好きですよね。そんな計算が要求される時点でバカバカしいけど、でも頭を使うことをバカにするってそれバカじゃないですか。なお電池余りも計算ミスの一種だぜバカ。おかげで 100kW 級を使う予定が、後続のためにも 50kW 級になりました。1時34分、89% から充電開始です。この残量から 40kW も出てるのは本当に優秀ですね。燃えそうで心配です。家を出てから3時間以上経ってて疲れてるので、ちょっと休みます。画面が光り続けて寝づらい時は、スクリーンセーバーをオフにしておいてから、こっちのメーターも暗くして、左下の電源ボタンで消します。90% 地点でも、まだ 40kW 近くで続けています。充電性能もバッテリー容量も、夜通し何時間も走るような私にも過剰です。結局燃えることはありませんでしたね。100% で停止する瞬間を撮ることができました。1時51分、もう出発しちゃいましょう。路面が湿っているこの状況で、フルブレーキングテストをします。減速 G はちゃんと出るけど、テールが横に流れる感じでした。自分のプリウスで、凍結路で制動テストをした際よりもリアが振られた。低迷路はかなり注意ですね。今見ていただいた通り、そしてちょくちょく触れていた通り、こいつの最大の弱点はこの重量です。軽い方でも 2100kg、AWD なら 2210kg もあります。この重量が走行安定性や遮音性、余裕の航続距離を実現しており、モーターやブレーキ、タイヤグリップが非常に強固なため、乾燥路では最高の総合性能を誇ります。しかし特定の状況下において、この重量が牙を剥くことになるのです。それはまさにこういう道。特に湿っていてミューが低下した路面、そうでなくても、オーバースピード気味に突っ込んだ後のリカバリーが不安なのです。ちょうどこの右コーナリング、あえてターンインを遅らせ、奥の方でダバッと切る、いや普通に曲がれるんだけど、この重量で左フロントタイヤをグッと押し付けると、さすがに遠心力に負けていきそうで怖いです。それに今の路面、乾燥路ですよね、まだ濡れてないんですよ。でもちょっとオーバースピードで突っ込んだだけであの余裕のなさ。
さて非常に窮屈なワインディングを走っていますが、最悪なことに地元民が結構なペースで追いかけてきています。一車線幅にしたニュルブルクリンクに雨が降っているような、日本の中でもトップクラスに最悪なコースで地元民と勝負です。ここの何がひどいかって、崖に強引に道を敷いたような状態なので、カーブの形がむちゃくちゃなんですよね。旋回中に突然急カーブが出現。ちゃんと点引きでタイヤグリップを用意しておかないと曲がれません。重量級な本車には極めて厳しいですね。おまけに路面はガッタガタ。タイヤごとにニューや設置状態が常時バラッバラな感じです。私は普段、こういう系の道をよく走るのですが、2トンオーバーでこれは辛いわ。おっと対向車が来た。しかも大型トラックなので基本はみ出してくるし、多分走り慣れてて速い。この先では橋に入った瞬間に突然センターラインが消えて狭くなり、その直後に左直角カーブ、このわずかな直線で、後続車に焦らされてラフに踏むとまず曲がれません。これが身軽なコンパクトカーだったら結構強引に行けそうなのですが、雨が降っちゃうと一気に余裕がなくなります。今は切ってるけど、ステアアシストが動いてたら勝手にハンドルをガタッと切ってくるおまけ付き。私が乗ったテスラのモデル3は、まだ身軽さが残っていたんですがね、込み込み 1.8 トンくらいが私にとっての一つの上限かもしれません。この重量こそがボトルネックとなって、最初買おうと思っていた BYD シール、今躊躇しております。満タンからワインディングを60キロ近く走って 12% の消費。500キロくらいの航続距離は出ます。そんなにぶっ続けで走ってたら疲労で事故ります。乗っていて全く電池が減らないし、バッテリー容量は完全に無駄ですね。55から60キロワットアワー程度にまで減らして、その分車重も価格も削った廉価版が出たら、私はそっちを買いたいですね。ちなみに概要欄にリンクが貼ってあるブログ記事の方では、バッテリー容量と走行スタイルごとの電費、充電速度をもとに、見込み航続距離や10分回復距離を求めています。120キロなら400キロちょい、80キロでの巡航なら670キロ程度の航続距離を見込んでいます。空調はヒートポンプ付きです。極端な環境だと 23% ほど悪化すると考えても、満タンスタートなら400キロは超えられる見込みです。個人的には高速道路を160キロで流し続けた際の電費が知りたいのですが、それはさすがに買わないとテストできないね。さて充電についてですが、90キロワット級以上に10分繋いでおくと、100キロ分近い電池が入ります。大阪から西へ行くような空白地帯でも50キロワット級はありますよね。50キロワット級なら10分で50キロ分の回復距離、EV オーナーにとっての50キロワット級なんて、次の90キロワット以上にたどり着くための最低限の継ぎ足しでしかない。長旅の休憩ついでに90キロワット級に30分みっちり繋げられたなら、250から300キロ分の距離が回復します。4時間に1回、つまり名古屋東京間を1回走るたびに、30分の充電休憩を取れば、なんとかなりそうな見込みです。充電時間そのものは、実は大した問題ではないというのが、実際に買って乗っている EV ユーザーたちの一般的な認識となっています。熱だれする一部の EV を除いてね。それよりもクソなのは、充電場所の先客や茶でもの30分縛りですよ。先客はまあ仕方ないとして、茶でもの30分縛り。これが日本の EV の中で最もクソなポイントです。中国や韓国の EV に乗っている人も、火災発生リスクよりも、茶でもの30分制限の方がクソだと答えるはずです。時間制限自体は否定しないけど、もうそろそろ初代リーフ時代のクソ縛りをやめてくれませんか？もっと言うと茶でもへの対応のために、日本仕様だけ充電スピードが世界の3分の1程度にまで落ちている車種がいたり、でも中国 EV がこれだけの完成度なので、日本車に負けて、日本車外しで EV を推進しようとした欧州はまた負けです。それどころか中国からは高品質な高級 EV が続々登場し、すでにドイツの高級車が売れなくなってきています。この BYD シールもそうです。ドイツ車と同等の走行性能を、ドイツ車の何割も安く売っている、日本車に高級車はいない。みたいなバカコメントをする人がたまにいる通り、日本車では高価格帯であまり競合しませんが、すでに中国 EV のせいで、欧州の高級車が販売台数を落としているんですね。人口10億人の中国。その販売数ランキングは大半が聞いたこともない中国車です。日本車外しで EV 推進をしようとしたら、もともと競合していなかった領域まで、中国に侵食されて滅ぼされようとしている。そんな欧州の自滅と、おそらく EV シフトが廃止になりそうな未来。ガソリン車が復活する未来、そんな未来の可能性を日本でも感じさせてくれる。実は私たちガソリン車愛好家にとっての希望の黒船となりそうなのが、この BYD シールなのです。バッテリーの発火問題については、今後の改善に期待しようと思います。別に EV を買う必要なんてどこにもないし、ちょっと調べた限りでは、アット3の方は下回りが安っぽく、写真に金がかかっていないようでした。ですがこのシールの方は、モデル3に勝つような一級のスーパースポーツです。安かろう悪かろうの中国製品のイメージは感じられません。550万円って、メルセデスだと CLA クーペと同価格帯ですよ。今新車の C クラスは700万円しますからね。
もう見え張りとファンしかベンツ買わなくなる未来もあり得るレベル。もろもろの不具合のせいで本当に中国車はダメになるのか、今後改善されるのか、台数も増えてきたことでネットの誇張がブーストされやすくなっただけなのか、繰り返しになりますが、この動画を作るために諸経費で約10万円がかかっています。中国から金もらってんだろとか書かないでくださいよ。逆にレンタカー屋に8万円払って乗ってるんだから、次に乗る車はどうしましょうか。このままアット3を借りてみるか、逆にガソリンで仙台の WRXS4 でも乗りに行くか。このまま収益が乗れば私も実際に EV を買います。私は EV 推進論者でもアンチでもなく、ただ EV の走行フィールが好きなだけの車好きです。今後も中立寄りな立場を維持しつつお金を稼ごうと思います。しばらくは BYD シールのショート動画もたくさん上がるでしょうが、お付き合いくださいませ。モデル3に乗ったことのような長ったるい動画となってしまいました。もう終わりたいので、最後に言い逃したことを並べます。すいません、まだあるんですよ。まずガラスルーフ、これ熱いです。特に鉱石での視覚的な開放感は素晴らしいけど、試乗後に30度の晴れた炎天下に数時間放置したら、乗り込んだ時に焼けるかと思いました。その状態から2時間ほど乗って車を返しに行きましたが、冷房全開でも20分くらいずっと暑いままでした。途中でエコ空調の設定を切ったり、シートベンチレーションも使ったりしたのですが、全く冷えていく感じがなかったです。EV はよく真冬のことが悪く言われるけど、真夏も十分地獄だわ。エアコンガスが新車時から十分に入ってないというのはどのメーカーでも起こっていることですが、そのせいなのか、そもそもの冷房能力不足なのか、個人的には気になってしまいました。いや、そんなもんじゃないですわ。誰にとっても弱点ですよ。テスラに乗ってる方も真夏日に、真冬並みに冷房で電気を食うと言っていました。サンシェードは必須ですし、真夏にドライブに出るなら 30% くらいの悪化を想定して計画を組むべきです。さて、起動画面に前輪と書いてあるこのカーナビ、実は案内自体はちゃんとしてくれます。この先の道、経路の距離としては分岐を左に行った方が短いのですが、右のトンネルを通って行った方が最終的に早いです。そんな道でこのカーナビは、ちゃんと右の分岐に入るように指示してくれています。ただちょくちょく言ってる安全重視設計のせいか、走行中に使い勝手がゴミ化します。先の状況が見たいとき、タップした地点に移動する。それだけの動きしかしてくれません。さっきヌルヌルだったのは見せたのに、そのくせ拡大縮小ボタンと現在地に戻るボタンは左端。遠くて操作しづらいです。こんなところでトヨタをパクるなと思いますね。逆に操作が不自由で意識を取られます。2000年代前半の使い勝手、どうせ運転中でも操作するんだから、わざわざ不便にしても害悪でしかない。あとアップルカープレイ、ケーブルを接続しないと使えないのですが、なぜか USB-C の方は通信非対応となっています。 USB-C のケーブルしか持っていなかったため、このせいでカープレイが試せませんでした。よくわからない仕様ですね。車重と加速性能を削る方が先でしょうに。というわけで終わろうと思います。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。